封印したってことは何か思い出の場所なんやな。4016 7。え、何この部屋は？写真？これ写真？彼女を被写体にした写真が床にたくさん散らばっている。被写体って聞いたらエッチの話と含めて考えたら裸みたいな感じになってしまうやん。テレビつけっぱなし、なんなん？電源がついている。よく見るとビデオカメラのコードがテレビにつく流れている。これは何？はあ、ほう。その頃本人はみたいな感じになってるやん。体力に自信はあるとは言っても顔もずっと走り続けるってのは疲れますね。学校で薬を飲んでもう10時間は経ちますかね。薬って言おったな。そういや、はじめさんが初めて出た時、あ、その精神を落ち着かせるための薬だったんじゃ。薬を飲まないと。あれ、ないない精神安定剤がない。精神安定剤言っちゃってる。やっぱりさっき逃げていた時に落としたのか。まずい、あれがないと私は。うん、ここは私の家。え、はじめさんの家。そうか、ここは霊道。私の記憶が具現化して、もしかしたら私の薬があるかもしれない。イエス。ん？何か始まる？こちらが操作そうに操作そうか知らんけど設置したビデオコレコーダーの記録です。的なのがあったな。ん？誰だ？赤ん坊か？いや、それはわかる。赤ん坊なんかな。何？なんだい？ビデオレコーダー、ちゃんと映像映せてないやん。なんかなってる。ふむ、この音から察する限り児童虐待と言っても間違いないだろう。この家に住む人間の情報は、はい、現例での調査の結果、この家にはこの家声の主である母白花ゆいと名乗る人物とその娘と白花ゆい、マキの、え、マキ言った今。しかし録音されている音は母親のものと見られる音声と内見からも2人だけのようですが、県連の住民によると普段は女の子2人の泣き声化するという情報がありましたが、そうならばもう1人の娘がすでに死んでいる可能性が高い。現場には影宮に行ってもらおうか。おい、さっきからビデオカメラばかりいじってるか。ちゃんと聞いているのか影宮。あ、すみません、カメラの調子が悪かったもので直していたんです。何これ。白花、マキ、え、マキ、え、あのマキちゃん、マキのこと。それと話を聞いていると、このビデオカメラ、かけみやさんのもの。え、なんなの、なんなの。白花さん、白花さん、警察です。ここを開けてください。多分かけみやさんやな。かけみやさんの声、なんなん。開けますよ。わー、そんなテンション、え、鍵開かってる。やけに静かだ。開けたんや。右から女の子の声、この部屋か。君はさきちゃんかい。お兄さん、警察、君を助けに来たんだ。大丈夫、怖がらなくていい。だからこっちに顔を。え、さきちゃん、あれ、ゆい、そっくりだ。いや、ゆいなのか、ゆいなのか、ゆいなんだな。ゆい、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 え、ねえ、服を脱いでベッドに横たわってくれる。言いたいことはしないからね。ちょっとカメラで撮らせてもらえばいいんだ。え、はじめさん、何やってんの。影宮さん、影宮さんがこれ女の子。影宮さん、何やってんの。マキ、そしていきなりシーン変わってしまった。いろいろ気になることがたくさんあったのに。声がやんだ。マキお姉ちゃん、
ずっとすごい顔してたけど大丈夫？ごめんね。さっきの男の子の子に、さっきの声の人に虐待されている女の子の夢を毎日見ていたから、他人事に思えなくなっちゃっていて。え？いや、めちゃくちゃ繋がってきたんだよ、これ。え？そうだったのか。ごめん。一人で突っ走っちゃって。ああ。しかし、本当にここ安全なのか。ちゃんと調べた方が良さそうだな。どんどん繋がってきてるやん。え？てか、ことは、ん？マキって、え？はじめさんとそんな繋がりって言ったらあれやけど、そう、え？マキのお母さんってもしかして、はじめさんが小さい頃好きだった、何やって、ユイだったっけ？ってことなん？え？何このつながり方、すごいつながり方してきとんねこれ。へえ。うるせえ、俺が出る。ああ、こっちから女性の声で、早くからのお電話差し上げて申し訳ございません。おくもり病院です。病院の勧誘とかいらんよ、勧誘とか。病院の勧誘でなんやねん。奥様へ重大なご連絡があります。どうか落ち着いてお聞きください。え、子供生まれたん？え？ご主人の花金隆さんが、今日の朝5時20分に心臓停止のためお亡くなりになられました。え？お父さんか。お辛いと思いますが、どうか当病院まで足をお運びになってください。ご主人とお待ちしております。失礼いたします。え、立て続けにショッキングな情報を見せられる気がする。そういえばマキはピアノの演奏できたような。お前、これまでの話からよくそんなことが言えるな。うん、中学校の時から中学までやってたから。俺、一度聞いてみたいな。マキの演奏。お前、無神経か。お前、そんなことしてる場合じゃないだろう。僕も、アキラくん。え？弾くんかな？弾かないのかい。弾く長いだろう。そこまで行くならいっそ弾けばいいのに。何これ？え？なんだいこれ。え、CG のジャケット？独創的ですね。なこれ、棚に置いてあるフォトフレームには絵が入れられている。なの絵これ、わからんよ。開かない。またこのパターンか。なんだ、またフラッと教えてくれるパターンのやつ。それともまたイベント始まるか。これ見てもらったらイベント始まるんか。これもうちょい見てみようか。でも遠い。多分見間違いやな。うん、トイレの隣なんか誰もおらん。多分歩むとかには見えてないんやな。私も多分見間違いだと思うよな。だってさ、さっき見たよ。さっき見て誰もおらんって気づい思ったもんな。だからさ、見間違いだと思うよな。だからさ、おらん。確かに目の前にいる。目の前にいるのに、見てもイベントが進まない。それは本当に実在するものなのか、それとも自分が見ているのはまやかしなのか。